まあ、基本的には EDI というサービスをしているんですね。EDI というのはそのコンピューターとコンピューターをつなげて企業同士の取引を自動的に行う、つまり発注データを送って受けた方は受注確認データを戻すとか、あるいは場合によって品切れだったら品切れデータを戻すとかですね、そういうふうな日々の取引データのやり取りで1ヶ月間それを貯めておいて請求データとして送るとか、まあ、いろいろな取引上のデータ交換をコンピューターとコンピューターでやるような通信の斡旋をするんですね。でそれには徹底した標準化をします。で日用品雑貨化粧品業界のその日々の仕事のやり方、それに合ったデータの内容をデザインして、それを卸店さんにもメーカーさんにも使ってもらって、それで通信をする。でその斡旋をすることによって、まあ、メーカーさんはたくさんの卸店さんと通信ができますよね。それでメーカーさんに利用料を払っていただくということで、まあ、プラネットの事業は成り立っているわけですね。日用品雑貨化粧品業界、ペットフードペット用品業界、大衆薬業界、最近増えているのは介護用品業界ですね。あと一部文房具業界ですとかね、タバシとかほうきとかね、そういう世界もありますね。共通項というと、まず基本的にはパッケージ商品ですね。パッケージ商品というのは野菜とか魚とかそういうものではなくて、洗剤のようにこうパッケージされたもので、パッケージ化されているということは商品にバーコードがまず例外なくついてますよね。ということは商品コードが統一化されている、標準化されているということですから、システム化の環境は非常にいいということになります。通信というのはいろんなやり方があります。で A 社があるやり方、 B 社は違う、 C 社は違うというと、そこと取引している会社として、 A も B も C も3通りの通信仕様を持たなきゃならないわけですけれども、まあ、プラネットの場合はもう一つでこれでいきましょう。でこれは業界のビジネスの慣習に基づいた仕様ですから、もう十分足りるものですというものをすでに作ってますのでね、皆さんそれでやれば今やってるビジネスは全部包括できます。